イチゴサンデーサンデーはアメリカ合衆国で生まれたアイスクリームを主体としたデザートである。ひとすくいのアイスクリームにシロップやチョコレートや果物のソースをかけたものでナッツや果物、ホイップクリーム、マラスキーのチェリー、砕いたクッキーなどをトッピングすることが多い。チョコレートサンデーピータールーガーステーキハウスの名物デザート。ホーリーカウという名は 客が皆思わず上げた声にちなむという、サンデーの起源はよくわかっていない。また、ニューヨーク州ニューヨーク、イサカとバッファロー、ウィスコンシン州トゥーリバース、イリノイ州プレーンフィールドや、エバンストン、ルイジアナ州ニューオーリンズ、オハイオ州、クリーブランドなどがサンデー誕生の地と主張している。ウィスコンシン州トゥーリバースでは、 アイスクリームパーラーを経営していたエドバーナーズが1881年にジョージハローアーの注文でチョコレートシロップをアイスクリームにかけたのがサンデーの始まりだと信じられている。バーナーズは当時条例でクリームソーダを売ることが禁じられていた日曜日に5セントでクリームソーダの代わりにこのデザートを提供するようになった。またバーナーズによるとトゥーリバースからそれほど 遠くない同州マニトワックでアイスクリームパーラーを経営していたジョージ・ギフィも日曜日だけサンデーを売り出したが、ある10歳の少女の希望により毎日これを売るようになったという。綴りがサンデーからサンデーに変わったきっかけはバーナーズにガラス機を下ろしていたセールスマンが綴りを間違えたという説と種の安息日の名を デザートの販売名としたことに対するキリスト教徒の反発によるという説がある。ニューヨーク州イザカでは1892年4月3日にユニテリアン派の牧師ジョン・エム・スコットとプラットコルト薬局の所有者チェスター・シー・プラットが思いつきでアイスクリームにチェリーシロップをかけサクランボのシロップ漬けを乗せたという。その日が日曜日だったことからスコットとコルトはこれを チェリーサンデーと名付けた。事実、印刷物に現れたサンデー最古の記録は、同年同月5日付のイサカデイリージャーナル誌に掲載されたチェリーサンデーの広告である。プラットコルト薬局はチェリーサンデーに続き、ストロベリーサンデーとチョコレートサンデーも発売した。プラットコルト薬局のサンデーの人気は大変なものだったため、チェスタープラットは1894年までに、 アイスクリームサンデーを商標登録しようとした。イリノイ州エヴァンストンは全米でも最初に宗教上の理由から日曜日にソーダ水を販売することを禁じる条例を可決した自治体の一つだった。エヴァンストンの薬局やカシアではクリームソーダを日曜日に販売できなくなったためアイスクリームにシロップをかけただけのソーダ抜きのソーダを合法的に販売し、これをサンデーソーダと呼んだ。 しかしこのデザートが月曜日も販売されたため、地元の有力者がこのデザートを安息日と同じ名前で呼ぶことに反対し、発音は同じのままで綴りが変えられたという。サンデーを背の高いガラス機に盛るとパフェになる。ありがとうございます。